南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。前回に引き続き今回もお話をお届けするのはアフリカの花屋さんの影浦めぐみさんです。さあ今回も一体どんな話が飛び出すのか、ぜひ楽しんでご覧ください。今後アフリカの花屋さんでどうしていきたい、どうなっていくって何かありますか？そうですね、はい、もちろん一人でも多くの方にこのバラを手に取っていただいて、日本で笑顔を増やす、そしてそれがケニアの雇用につながって、一人でも多くの子どもたちが家計の、ね、ことを心配しないで学校に行ける世の中になったらいいなというふうに思っています。まあ、それがアフリカの花屋さんとしての野望なんですけど、ね、はい、めぐみさん自身の野望っていうのは何ですか？私自身の野望ですか、うん、そうですね、なんか最近すごくいろいろな人たちとか組織とかとコラボをしていたり、全国キャラバンで回ったりとか、ちょっと面白い試みをたくさんされているんですが、私の野望かそうですね、なんだろう、まあ、でもそのアフリカの花屋ワールドみたいなのを作りたくて、そうですね、ちょっと子供っぽく聞こえちゃうかもしれないですけど、そのアフリカの花屋に関わる全ての人、お客様もケニアの生産者も運んできてくれる人もバラを見た人も全員がハッピーになるという、アフリカの花屋に関わってる人はもう全員ハッピーっていう、そういう空気感みたいなのを作れたらいいなって思ってます。夢が叶うというか、アフリカの花屋に携わったら人はみんな夢が叶うっていう、いうなんというかジンクスみたいな、そうですね、なんていうか、なんて言ったらいいんでしょうね。これはなんでこういうふうに思ったかというと、一日体験花屋さんという、企画をしていて、女の子って一度はお花屋さんになりたいなって思ったこともあるかと思うので、でも仕事を辞めてまで花屋さんになるということはしないじゃないですか。なので一日だけでも憧れのお花屋さんになるという夢を叶える、そういったプログラムを用意していて、その延長上で、その花だけじゃなくて何か、例えば何だろう、そのどっかに、ね、南米を旅行したいだとか、スカイダイビングをしてみたいとか、何でもいいんですけど、夢ってあるじゃないですか。その夢を叶え、その実現できるような、そういう夢を応援し合える仲間を増やしたいって思っています。そういう温かい心を持った人がどん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 つながっていって、そうアフリカの花屋ワールドみたいになったらいいかなと思います。いいな、ルイは友を呼びますもんね。私もなんかちょっと同じような志を持っている。私に関わった人はもうなんか不幸になる人絶対いないって思っているので、そうですね、ハッピーオーラで、そう、ね、はい、じゃあ私もアフリカの花屋ワールドで、そうか、まあ、なんか今仲間っていう言葉がね出てきたんですけど、これチコで一緒に学んだ、その模擬国連を一緒にやったお友達とか、親友、ご親友のメキシコ人のお友達とかにはこのお花屋さんの話はされました？あ、そうですね、もういつもフェイスブックでも応援してくれてて、すごく、見守ってくれてるというか応援してくれてます。彼らは今どんなお仕事をしてるんですか？本当にそれぞれなんですけど、メキシコのその友達は、ジャーナリストになって、でその後リタイアして今、カンクンという海辺にある、
リゾートに住んでいて、はい、で旦那さんと一緒にアイスクリーム屋さんをオープンしてアイスクリーム屋さんを営んでいます。すごい。でもそれってすごく彼女がやりたかったことなんだろうなって。会ったことはないんだけど、すごくそんな感じがする。そうですね。仕事とプライベートというよりは、みんなその仕事もライフワークというか、好きなことを仕事にしていて、仕事もプライベートもハッピーみたいな、そんな感じの人が多いですね。なんか成功してる人って、仕事と遊びってきっちり分けてなくて、分けらんない。分けらんない、ね。好きなことが仕事だから。そう楽しくてしょうがないね。めぐみさんも今そんな感じですか？そうですね。でもなんかお花をこう日本に輸入してきてっていうと、やっぱりその空港に行ってとか検閲とかちょっと面倒くさい手続きとかがあったりすると思うんですけど、そのプロセスというか、あの、まあ、今月もお花が届くってなったら、その日の一日のすごくなんていうの、タイムスケジュールみたいのってどんな感じになるんですか？そうですね、まあ、エミレーツ航空で花が羽田空港に届くんですけど、それが夜中の12時に届くんですね。そう、真夜中に届くんです、はい、で、まあ、一般的には、その輸入業者さんがいて、その方が検疫とか通関とかしてくれるんですけど、それは朝にならないと、朝のオフィスが開かない、開かないので、花だから早くお水を吸わせてあげたいじゃないですか、なので私の場合は夜中、夜の11時ぐらいに家を出て車で羽田空港に向かって、それでバラが届いたらすぐに検疫と通関も自分でやって、夜中の3時ぐらいに目白あるいは日本橋の倉庫に運んで、そこで夜を徹して水揚げをして、それでブーケを作ってお客様に梱包して発送するという。もうその場で作っちゃう。そうですそうです。梱包してっていうのは何時ぐらいなんですか？8時ぐらい。朝の午前中いっぱい水揚げの作業時間かかって、で午後はブーケを作ったりラッピングをしたり箱に詰めて、で夕方5時ぐらいまでに大和さんに発送してもらってという感じですね。長い一日が、長い一日が、ほぼ徹夜ですね。そうですね。その日は眠いです、すごく。でも楽しいでしょ。まあ、そうですね、はい。なんかね、あのバラがすごくエネルギーがあるので、何千本のバラに囲まれるので、寝てなくても肌が自然とツヤツヤなんですよ。女性ホルモンが出るみたいで、バラに囲まれてると。私も行こうかな、じゃあ。香りと、あとその、なんていうか、香りって大脳に直接あの刺激が行くみたいで、ホルモンが出るんですって、女性ホルモンが。あとピンクっていう色を近くで見ると、それも女性ホルモンとか幸せホルモンが出るらしいですね。バラの香りがすごくその女子力アップにいいって聞きますけど、やっぱそうなんですね。はい、なるほどね。そっか、じゃあもう地味な通過作業とか延期とかっていうのも、このローズパワーでうまくそうですね、ハッピーに乗り切ってるって感じですか？そうですね、はい、すごいですね。そのバラに囲まれるっていうのを私だけじゃ、私だけ独り占めするんだともったいないので、お客さんにもそれを味わっていただこうということで、バラに囲まれたワイン会とか、バラに囲まれたお茶会とか、そういうイベントも行っています。ねぐみさんのイベント本当に素敵なんです、いつも。ありがとうございます。ですぐいっぱいになりますよね。そうですね、ちょっと私も行きたいです。あ、ぜひ。素敵なお客様ばかりなので、本当にそれがもう本当に自慢したいことなんです。あら、その全員素敵なので。じゃあこのアフリカの花屋さんの、ケニアのバラは、毎月、輸入された時に売られるということなんですけれども、12月は、19日でした、はい、
ネットで、はい、受付、そうですね、完全予約制なので12月の分は11月末までの予約ですね、うんうんうん、予約忘れちゃった方は12月の19日に入した日に日本橋とあと表参道ヒルズで1週間くらいですけれども、うん、販売も行っております。表参道ヒルズっていうのは実は私たちが今ここいるところなんですけれども、地下3階のドイツのレストラン、はい、レーゼンバルトというレストランでバルの販売を行っております。とても素敵ですね、まあ、12月はねもうクリスマスでドイツって言ったらもうすごいクリスマスですねことになると思うので、ちょっと私もネットで買おうかなって思ってたんですけど、あえて足は運んでみようかぜひぜひ思います。なんかあの小さい頃に、あの綺麗なものに囲まれる仕事をしたいっておっしゃってたんですけど、はい、うん、それなんか実現しちゃってますね。そうですね、しかも綺麗なものに囲まれてるだけじゃなくて、うん、素敵な人にも囲まれてます。すごい、はい、すごいすごい幸せです。じゃあますますその、アフリカの花やワールドが広がったら、うんうんうん、はい、綺麗なものとか素敵なものがどんどん広がっていく。そうですね、うん、なんか昔思い描いていた理想以上の、うん、はい、すごく楽しくて幸せな毎日です。素敵です。やっぱり好きなことを仕事にすると、うん、おのずとそうなっていくんですね。そうですね、うん、数回にわたってお届けしてきました萩生田めぐみさんのあの人の夢の種、いかがでしたでしょうか。今成功している陰にはあんなことがあったんですね。やっぱり自分の使命に従って好きなことを仕事にしている人は成功しているんだなと思いました。南花のあの人の夢の種では皆さんからのご意見、そしてご感想なども随時お待ちしております。ぜひこちらのコメント欄にお聞かせいただくかメッセージなどぜひお寄せください。これからもたくさんの魅力ある方にインタビューをしてまいります。ぜひ楽しみにしていてください。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞ楽しみに。南花チャンネルのチャンネル登録をお願いします。気になる方はこちらの登録ボタンから、スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録してみてください。